はい、皆さんこんばんは。わなせらー。チャンネルです。はい、参りましょう。はい、タイム遅い。はい、今日はパスタ。パスタという、まあそうね、タリアテレフェットチーネ。はい、ひらめんです、ね。パスタ、そうです。けど別にどうでもいいよ。私は好きです。それ。エビのパスタ。はい、けど、エビの殻。エビの殻。で、トマトのクリーム作って。だから、殻でトマトのクリームを作って。そうです。エビのだし。殻のだし。そうです。はい、だしね。そうです。と、エビ。おお、だからこれはエビ、ね、エビとトマトのパスタでいいんかな。そうですね、けどちょっとイタリア語で、フェトチーネアラクレマディガンベリエガンベリ。ポモドロは出ないやな。そうだ、言わない、言わない、言わない。けどそのガンベリエガンベリ、そう、エビとエビクレマ、そのクレマのね、赤全部材料もうセロリもあるけど別に言わないでしょ、タイトル。だからエビとエビクリームってことだよね。そうです。はい、スパエビ。わかりました。スパエビ、スパエビのパスタ。そう、では材料から。はい、はい、エビ、これは 350g ね。私はもうむいた。あ、はい、から、はい、皮むいたね。もちろんこれ、はい、背わた残してください。背わたも取ってここに入れた。うん、そうです。と、ちっちゃいトマト、はい、プチトマト、プチトマト 300g。 あ、300g。塩コショウ、ニンニク、蓋かけら、蓋かけら、そうです。と、セロリ 60g、大体、12g の、小麦粉かデンプン、これデンプン、と、400ミリの水、ね、そのだし作るために、と、100ミリのブランディ、ね、今日、はい、私たちはそのイタリアンのブランディ、グラッパですね。そうですね、うん、ブランディ、はい、と、オリーブオイルとパセリ、はい、この部分使うと、この枝、そう、枝も使う。あ、でも日本のパセリ、まあ、日本のパセリもあるある ある、はい、日本のパセリでいいですね。そうです。はいはい、ね、はい、だから枝と分けるってことね。そうです。 OK、 これです。はい、じゃあ始めましょう。はい、OK。 基本的にこのレシピクリームね、はい、一番長く大切なのはやつ、はい、だし、はい、クリーム、はい、ニンニク、うん、取りましょう、はい、ちょっと半分しましょう、はい、こんな感じの鍋、そのだし作るためにでしょ。あ、なるほどね、ちっちゃい鍋。だから別にフライパンじゃなくて、はい、と少しオリーブオイルを入れます。はい、本当に少しだけ、はい、少しだけソフリット、はい、からはい、ちょっと火つけて、ニンニクから香りを出す。エザット、ここにちょっと置いておきましょう。パセリの枝。枝。あ、今枝を集める感じね。これね。はい。こんな感じ。半分ね。うん。置いておきましょう。ちょっとだけ炒める。ちょっと、弱火でね。弱火になって。パセリの枝、パセリの枝、はい、入れます。あ、すごい。セロリもね、なんかもうこれで美味しそう。セロリとパセリでニンニクで出しとるのってめっちゃ美味しそうだ。そうです、うん、これちょっと5分の炒めましょう、ね、5分ぐらいね。はい、はい、今この殻、はい、入れます。あ、エビの殻ね。うん、と半分のブランディ、半分、半分、そうです。その他の半分、最後のエビ、はいはい、ね、あ、だから100あるね。50と50ってことね。半分、なるほど、はいはい、そう、100多いもんね、確かに。OK。これだからこんな感じ、はい、10分ね。蒸し焼みたいね、ブランデーでね。 OK です。ちょっと混ぜながらってことね。の、今置いておきます。カバーする。なるほど。蓋して、うん、蓋のサイズ合わないけど。そうですね、いつも通り。どんぐりみたい。蓋してちっちゃい。どんぐりかわいい。かわいいでしょ、今。10分待ちましょう。はい、10分待ちます、はい。このエビの殻やってる間、トマト、はい、
半分のカットしますね。あ、OK、はい。ちょっと待ってね、いっぱいいろんな種類あるもんね、イタリアの。うん、そう。私、そのパキーノ。パキーノは。うん。ちょっと大きい？うんの。あと何？長細いやつ。そのいっぱいあるね。チリエジーノ、パキーノ、ダッテリーノ。ダッテリーノ、そう、ダッテリーノ。ダッテリーノは、うん、もうこんな感じの長い。夏飯っぽいねんな。見た目が。そう。パキーノ、その、シチリアの町の名前。あ、そうだ。他のところもありますけど、もっともっと。ああ。そこで。なるほど。OK。これは、もう10分経ったから。はい、経ったから、はい、入れます。OK。はい、あとあそっか殻も全部入ったまま全部一緒全部一緒すげえな全部一緒わちょっとだけ塩入れます、はい、まあ半分のスプーンねちっちゃいスプーン、はいはいはい、混ぜます他の10分待ちますねお、はい、これも蓋閉めてね Yesはい見ましょうこんな感じになったうん、ね、なんとも言えんなうーんループ、うんうん、今から、はいはい、水あ水入れるその400ミリでした、はい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 、入れますはい入ったプラえおかの10分な10分ねはいはい、yes.OK! おいだから別に今他の10分経ちましたはいこんな感じこんな感じ、ね、はい、うん、OK! だから今からはい、はい、なんていう細かくミキサーかけるねそのまま殻も全部あり OK! はいよ今はいフィルターフィルターしないといけないねまあこすって感じねこす OK、うん、基本的に網でこすんでしょそう。けど、紙。ああ、キッチンペーパーをね。ちょっと待たないといけない。はい。コーヒーのように。全部のフィルター。はい、まあ待ちましょう、ゆっくりね。はい。これ日本で結構ね、手拭いとかでね。ああ、そうね。もう、ほうがいいですね。ああ、けど手拭いでやったら、その手拭いもう色取れんからね、結構洗っても。まあけど、それために、これは別に。あ、まあ便利、便利。そう。そう、だから1枚手拭い、それ用にね。置いといたらいいよね。あれコーヒーのフィルターとかも結構遅いからね。だから結局手拭いが一番早くこせるうーんと思うね。そうね。先生、うん、今考えなかったけど。いやリモチロとかするときに。方が良かった実際に。あ手拭い早いよ。そうね。これ結局手拭いでしたけど。この殻何が使えるのこの殻は。なんかとガリネ大好き。ニワトリがね大好きね。はい。オーケー。なるほどね。そうです。こんな感じ。今からもう。そうです。じゃなくて。こんな感じね。オッケー。だからもうそろそろ終わったよ。オリーブオイル。同じな鍋。入れます。はい。オリーブオイル、鍋にオリーブオイルとデンプン。そうです。と、ちょっとデンプン。はい、どれぐらい？うんこけいいの。あ、そこにこれ。テイク。オッケー。ラ。混ぜます。あ、でも火がつけてないね。No, no, ないない。混ぜるだけ。混ぜるだけと、その、玉。あ、なくなるわ、ね。なくなるね。はい、じゃあよく混ぜてください。そうです。今、ここに、私たちのソース入れます。はい、はい、まだ温かいね。お湯。はい、お湯、はい。味わいましょう。はい、はい。と、このソース、もう、はい、今、グツグツ、はい、グツグツまで。はい待ちます。はい。と、そのオリーブオイル。はい。フライパンにオリーブオイル。そうです。もう一個の。ニンニク。はい。はい、入った。ちょっと、その、香りを出す。香りを出します。これは、このクリーム。うん。グツグツしたら、はい、ちょっとドロドロになる、そのでんぷんが入ってる。ね。そのグツグツしたら、はい、消えましょう。あ、消しましょう。はい、消しましょう。OK。とりあえずこれ。はいはい。その香り出てるね。そうです、はい。これはそろそろグツグツけどもう感じる。あ、お前ドロドロしてるね。でしょ？ちょっとだけ。だからつけましょう。はいはい、ここに、うん、そのエビ。はい。
Tai tai, yonpun. Itameru? Itameru, sì. Hai. E dopo, これ. Ma i iro naru made ne. Dobbotte. Ontoni. Poi mo ninniku to olive oil di itameru. Ninniku to olive oil to, ima chotto matte, mo sugu. Dopo una natata ci va, wasureterà, wasureta, che do, watashi wa wasurete nai, sono hanbun no brandy. Mada arimasu. Hai, hai, oishii. Ah, gutsu gutsu shite. Gutsu gutsu shiteru. Dakara, keshimasu. Hai, keshimasu. To, kono naka, chotto kosho, ne? Kosho. Ah, hai, sousu no hou ne, kosho. Muchiron, ato de, sono, chotto, tabete mite. Hai. Dakara sono, shio kagen ne. Ok, kore, hanbun dekiteru kara. Hai. Ah, brandy. Ah, hai, grappa, hai. いい香り。香りが出た。ここにもちょっと塩。こんな感じ。で、今、パスタ。パスタ。はい、いつも通り 3.5 リットルに 40g の粗塩ですね。そうです。これ5分。はい、5分ね。はい、入れて。一瞬温度下がるから。あ、でも沸騰してるね。まあ、沸騰してから時間測ってくださいね。そうね。はい、5分。はいはい。とりあえずこれはもう最後の最後もう一回パスタと一緒に、はいはい、炒めるね、炒めるだから消します、はい、このここに近く来たらこれちょっともうという私はこんな感じの水っぽいちょっとドロドロけどそこまででいいですこのパスタl'uovo ちょっと重い、はいはい、だからリスク、uh-huh. ちょっともっとドロドロだったら重すぎその入れたら固まる、ね、だから別にこれでいいですと思うね、はいまあ、今回のやつその卵の入ってるパスタだからでしょそうだから、まあ、スパゲッティでもいいですスパゲッティでも同じ美味しい美味しい美味しいけどちょっと試してみるね塩、はい、はいはい美味しいけどちょっと塩足らないOkay. と最後の最後そのパセリかける、はいはい、あそうです、ね、の上だから別に今からパセリカットねそうですねはいはい OK 今2秒2秒はい OK はいストップはいもうこれもう一回火つけた火つけたはいパスタできた直接そのエビの中はいはいはいそうですね入れますパセリも切りましたそうですねはいそのソースも入れます。はい、今ね、先にね、はい。ごめん、ちょうどいいこの感じのソース。ああ、ちょっとこの汁の感じね。そう、ちょうどいい。うん、そうね、あんまりドロドロするの嫌よね。そう。その多分その瞬間大丈夫けど、うん、後で食べながら飽きる、ね、重くなる。そうですよね。特にこういう魚介類って結構このあっさりがいいよね、スープっぽいのが。ちょっとパセリ入れます。はい、じゃあ完成ですね、これは完成です完成さっしょー OK、うん、もう早速いただきますいただきます、うん、ボンアペティット美味しい、もうエビうまい、美味しいの当たり前うんあうんうん、うまいうんやっぱりデリケート、うん、私はちょっと心配してたその、うん、ブレンディの味特別の味あげるけど別にその強すぎない、ね、そうねやっぱり火通してるし変なの何もない生クリームそんな感じな牛乳ないあそうねあっさりそうだからけどリッチな感じそうねちゃんと味がしっかりしてるもんね出汁が効いてるもんねそうね出汁が効いてる深いな味うんすっきりしてる最高おいしい本当に、うん赤もめっちゃ大好きなやつよねんめっちゃ大好きなやつあ、そうあの、買った、うん、と、そのエビもちろんプリプリ、うん、うまいそれは別にそのエビ好きだったら当たり前好きなんだろう、そのただのオイルでエビ焼いただけみたいなパスタが好きな人がいたりめっちゃクリームなパスタの人がいるんだけどこれってすごいなっていうの間じゃないけどみんな、OK ね、両方忘れるみんな忘れる両方の人が好きやねあの奥が深いうん
ちょっとした酸味はトマトなんやね。ちょっとした酸っぱさというか奥にあるでしょうね。そうね、甘さと甘さはそう、甘さもあるね。これいいわ。おいしい、本当におしゃれ。うん、お味がおしゃれ、見た目というより味が。これ一回やってほしいね。そうね、うん、食べてみてください。そうですね、 3週連続パスタ祭りでまだ続けたいんだけど、ちょっとアイデアあるしね。なんもういっぱいあるな、もう毎日パスタで言うそうですけど、はい、ということでめっちゃ美味しいエビのパスタ、そうです、ぜひぜひやってみてください。 Yes、 はい、試してみてください。美味しい、ではでは、チャオチャオチャオ、ボナペティト。